リスアニライブどうかってちょっと見て、なんかもうちょっと見たいなぐらい、ワンマン行くほどじゃないけど、まあ、ちょっともう一回見てみたいなぐらいの人たちがやっぱまず来てくれる一番大きいチャンスだと思うんで。僕のサインかわいい、かわいい、えい、キラキラしてらっしゃる。たくさん、ここの番号を教えてもらっていいですか。番号2、1、キック20、2なの、これ 3. 何分しちゃう、違う、あれ2.5、今こっち2、2.5、3、あいさん、キックそうだよね。あの位置関係だいぶ変わってると思うので、その辺とか意識しながらやってください。はい、本番よろしくお願いします。お願いします。お願いします。13時間ですね。楽しみ、皆さんこんにちは、レジェットです。ということで本日2月17日、はい、イオンレイクタウン風光の広場でリリースイベントでございます。ワンマンライブぐらいの気持ちでやっぱり頑張らないと。そうですね、本当にそう思います。あとは初めましての人も多分いらっしゃるだろうし、まあそうです、その通りがかりの方たちとかもいらっしゃると思うんで、まあそういう方たちもね、こう見てもらえるように、また美少女いるぞって言わせます。はい、ツイッターで騒がせたいと思います。言わせます。行ってきます。誰でしょうか。正解はスケガーバグ。ちょっと髪型違うんですよ。いつもこんな人ですか。アーシャの時の彼はこんなの。じゃあ、豊焼きくのすけもかけます。彼はあの目をへの字に描けば大体きくのすけに見える。山口亮太郎君に来ていただきました。本日の意気込みをお伺いしたいと思います。絶対勝つ。誰に勝つのか分かんないですが、いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。平山君に来ていただきました。今日の意気込みをよろしくお願いします。行きますよ。よろしくお願いします。いってらっしゃい。これ見ないよ。いってきます。生き生きとしているね、わかる、見られたくない、恥じらい。有明の夕暮れ、あのガーデンの向こうで描いてた未来が浮かんで消えてく。感情のプリズム反射し合うそのままに、空に輝く明日を照らしたいんだ。もう一回、もう一回、あの景色を見たくなる。愛は未来の色。僕ら神様がくれた運命の歌を共にし合った言葉に乗せて歌っていくんだ。そうやって皆さんこんにちは。僕たちユナイトアップです。よろしくお願いします。みんなもやって、これユナイトアップポーズ。ユナイトアップ、ありがとうございます。ただいま披露させていただいたのは2月14日にリリースされた EP11 より11をお届けいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか皆さん。皆さん、僕たちからのバレンタインプレゼントをゲットしてくれました？受け取ってくれましたか皆さん。ありがとうございます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 。ありがとう。ありがとう。ありがとう。どうでした？めちゃめちゃ楽しかったね。一部楽しかった。すごい盛り上がって。すごい盛り上がって。今回リリースイベントですよ皆さん。そうなんですよ。一部たくさんの人にやっぱね、その新しく今回のね、イレブン、知ってもらうっていうのね。うん。
一文とか何も言ってなかったね。とりあえずとりあえずイナイトアップだよ。イナイトアップです。たくさんの人に持ちしてもらえるように、うん、もしかしたら3部4部もねあるかもしんないの。あるかもしんないかもね。そんなことある。いや出し切る。うん、そうね。だから3部4部ない。最後全部出し切る。あ、出し切るね。最後もう果てて確かに終わろう、うん、見ててください。楽しみに。以上ジャック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 です。なんかイナイトアップを知らない人もいると思うんで、その通りがかり言った通り、それをどっちかって伝えたい。僕たちこういうアニメをやってるコンテンツですとか、実は4月にライブあるんですとか、今出てるとか、あと2期もやれるんで、でどっちかっていうと EP の話は、まあ、それぞれの楽曲があってどういうコンテンツだったりとか、例えばジャックジャックだったらバンドですとか、王道アイドル系ですとか、そういうなんかめっちゃ基本的な説明も改めてみたいなできたら。初めてユナイトアップ見たよって人。おお、ちょこちょこ、ちょこちょこいらっしゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、初めて見てくださってる方のためにちょっと僕らについて説明させていただきますと、はい、僕たちはソニーミュージックが送る多次元アイドルプロジェクトということで、はい、テレビアニメをだったりとか、あと歌、あと YouTube とかでも、動画を出してたりとかしております、はい、ぜひ今後ともお見知りおきください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユナイトアップって言います。ユナイトアップです。ユナイトアップ来たる4月、はい、そうライブがね、スマイルライブユナイトユビズユー、11という、うん、恵比寿ザガーデンホールでね、はい、はい、行わせていただきます。じゃあそろそろ次の曲いっちゃいますか。いきましょうか、はい、じゃあ次の曲行きますか。いや行きましょうか。こと2回言うなよ。まあでもさ、ちょっとみんなまだ温まってない感じだからさ、じゃあ自分温めていいっすか。あ、己から奮い立たせるタイプ。自分温めていいっすか。じゃあお願いしますよ、お願いしますよ。行きますよ、はい、皆さん盛り上がっていきますか。イエーイ。足りないらしい、足りないらしいよ。もっともっと心の底から盛り上がっていきますか。イエーイ。ありがとうございます。メロカの方も盛り上がっていってくださいね、よろしくお願いします。それではお聴きください。テレビアニメユナイトアップオープニングテーマ、ユナイトアップ。広い空にきっと約束の未来、
イレブンリリースイベントこれにて終了となります。まあでも名残惜しいんでこの気持ちを、4月のライブに向けて僕らもたくさん練習してねより良いものを見せるように頑張ってますので、ぜひ楽しみに待っててください。本当に今日はありがとうございました。以上僕たちユナイトアップでした。ありがとうございました。またリリースやりたいね。やりたい。次のリリースなんだろうね。次は何になるのかな。ね、楽しみに待っててください。音楽が大事なコンテンツだ、ね、そう、めっちゃ音楽いいから。ユナイトアップの輪が広がっていく。これめっちゃ良くない。で、この上と上をこうつなげたら親が出てきた。はい、ということでこれ使われる、うまくしまったところで、はい、本当に見てくれて来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。またお会いしましょう。バイバイ。